Yagyu Seigo Ryu の兵法補佐として活躍した長岡草秀でした。聖護流柔術の奥義を極め、次代長岡草成氏は都来総伝の聖護流柔術を大成いたしました。これが柳生家に伝えられ、19世柳生利親、20世柳生利長氏により Seigo流の術技により全面的に練り直され、柳生聖護流として完成いたしました。そして現在柳生光一師範にそのまま正しく伝承されております。最初に演舞いたしますのは高塚千佳子です。
次に大田俊介が演技いたします。
持ちまして、柳